どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回はカルナバルガシャ第11弾が来てるので引いていきたいと思います。まあ、石が50個しかないんで、ね、10回しか引けないんですけど、まあ11弾の UR はヨモさんですね。事前に告知されてたんですけど、まさかね、最近出たリーの方のヨモさんが、出てくるとは思いませんでしたね。いや、非常にかっこいい、色合い的にも凝ってるなぁと、思いますね。非常になんか安明っていうのかな。まあ、性能は、まあ、そこそこひなみよりちょっと下かなぐらい。まあ、結局周回安定させるならひなみの方がいいんじゃないかなと、そういう感じですかね。で、クロハトーカとアヤト、まあね、アヤト欲しいっちゃ欲しいんですけど、ムカデを未だに当てれてないんでね。まあトーカが当たれば一番いいんでしょうけど、やっぱり、まあ、もっと来たいっていうか、使う使わないは別として、持っていることに意味があるっていうカード、うん、じゃないかなとは思いますね、やっぱり。というわけでね、引いていきたいと思います。まだ風邪が治ってない、声が本当に自分の声と思えないぐらい。どうしようかな。最初単発で4回引いて最後6連かですね。でこれやるとね、前回もそうだったんだけど、単発を行き過ぎちゃって結局単発の回数が増えちゃうみたいな。今回1回でも逃したら6連引けなくなっちゃうからね。はい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 、まあどうせ SR やつ。SR とかコメントすることが何もないんだが、お SSR いいっすね。プラスのクロナが来てほしいぞ。クロナ、あーダメっすな。久しぶりに見たな、このカネキ。確か俺持ってたけど売っ払っちゃったような気がするんだけど。はい、3回目。はい、単発で来る気しないね、やっぱり。なかなか難しい。まあね、その6連で確実に SSR が1枚出るっていう、なんかそんなっていう付加価値みたい、付加効果みたいなの今回ついてないんでね。よし、4回引きましたね。じゃあ6連の方に移行していきたいと思います。頼むマジで。はい、あれ、はい、くそ、まあしゃあねえか。でもまあプラスに期待するよ。まあね、こんなもんでしょう、ガシャなんて。というわけで、今回はカルナバルガシャ第11弾の、動画でした。いかがでしたでしょうか。皆さんは、まあ大体の人が黒派かな、黒派10日狙いなのかな。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。